ロジャー・ペンローズは、イギリスの数理物理学者、数学者、科学哲学者である。2020年のノーベル物理学賞を受賞した。ペンローズは、一般相対性理論と宇宙論において、数理物理学に貢献した。得意点定理により、スティーブン・ホーキングと共に1988年のウルフ賞物理学部門を受賞し、ブラックホールの形成が、 一般相対性理論の強力な裏付けであることの発見により、ライオンハルト・ゲンツェル、アンドレア・ゲズともに2020年のノーベル、物理学賞を受賞するなど、多くの賞を受賞している。ロジャー・ペンローズは、1931年8月8日に、エセックス州コルチェスターで、精神科医で遺伝学者の父ライオネル・ペンローズと、その妻のマーガレット・リーズスの間に生まれた。 父方の祖父は、アイルランド生まれの芸術家ジェイドイル・ペンローズであり、母方の祖父は、生理学者のジョンベレス・フォードリーズスである。母方の祖母のソニア・マリーナ・タンソンは、1880年代後半に、サンクト・ペテルブルクを離れた、ユダヤ系ロシア人である。おじに、芸術家のローランド・ペンローズがおり、その妻は、写真家のリー・ミラー。 息子が同じく写真家のアントニー・ペンローズである。兄に、物理学者、オリバー・ペンローズ、弟に、チェスのグランドマスターのジョナサン・ペンローズ、妹に遺伝学者、シャーリー・ホジソンがいる。ペンローズは、ユニバーシティカレッジ・スクール・ユニバーシティカレッジ・ロンドンに、通い、1952年に、数学の学位を取得した。その後、ケンブリッジ大学セント・ジョンズ・カレッジで修士号。 1957年に PhD を取得したロンドン大学、ケンブリッジ大学、プリンストン大学、シラキュース大学、テキサス大学、コーネル大学、ライス大学などで教弁を取る。1964年、スティーブン・ホーキングと共にブラックホールの特異点定理を証明。1972年、王立協会会員に選出される。1973年、 オックスフォード大学ラウズボール教授職に就任。1994年、内藤助君。ペンローズの階段ペンローズの三角形著書、皇帝の新しい心にて、脳内の情報処理には、量子力学が深く関わっているというアイデア、仮説を提示している。その仮説は、ペンローズの量子脳理論と呼ばれている。放射性原子が崩壊時期を選ぶように、物質は、 重ね合わせから条件を選ぶことができるといい、意識は原子の振る舞いや時空の中にすでに存在していると解釈する。素粒子にはそれぞれ意識の元となる基本的で単純な未知の属性が付随しており、脳内の神経細胞にある微小管で波動関数が収縮すると意識の元となる基本的で単純な未知の属性も同時に組み合わさり、 生物の高レベルな意識が正規するというのである。一方、麻酔科医のスチュワート・ハメロフは、生物学上の様々な現象が、量子論を応用することで、説明可能な点から少しずつ立証されていて、20年前から唱えられてきた、この説を根本的に否定できた人はいないと主張している。臨死体験の関連性について、以下のように推測している。 脳で生まれる意識は宇宙世界で生まれる。素粒子より小さい物質であり、重力、空間、時間にとらわれない性質を持つため、通常は脳に収まっているが、体験者の心臓が止まると、意識は脳から出て拡散する。そこで体験者が蘇生した場合は意識は脳に戻り、体験者が蘇生しなければ、意識情報は宇宙にあり続けるあるいは、 別の生命体と結びついて生まれ変わるのかもしれない。と述べている。皇帝の新しい心以降の著書で、現在の量子力学の定式化では、現実の世界を記述しきれていないという主張を展開している。量子論には、波動関数の湯に至り発展と、波速の収縮の二つの過程が含まれているが、現在の量子力学の方程式では言うのみを記述しており、 それだけでは非線形な R 過程は説明がつかない。すなわち、現在の量子力学の定式化は R が含まれていないため不完全であるとする。そして R に相当する未発見の物理現象が存在していると考え、量子重力理論の正しい定式化にはそれがおのずと含まれているだろうと唱えた。皇帝の新しい心の続編として出版された。 心の影では、蒸気の仮説をより進め、U と R を含む仮説理論として、OR 理論を提唱した。量子レベルの世界から古典的なマクロ世界を作り出しているのは重力であり、重力が R に相当する現象を引き起こすとする。量子的線形重ね合わせとは、時空の重ね合わせであり、 重ね合わせ同士の重力的なエネルギー差が大きくなると宇宙は重ね合わせを保持できなくなって一つの古典的状態に自発的に崩壊するというモデルである。その後、著書ザ・ロード2リアリティの中で OR 理論を検証するための実験を提案している。これらの主張は量子論におけるいわゆる観測問題あるいは解釈問題と呼ばれる議論に関連している。 ありがとうございます。